クラウドさん。お前は。僕です、チャドリーです。あれ、もしかしてお忘れですか。よかった。ミッドガルでは数々のバトルレポートの提出ありがとうございました。おかげさまでたくさんのマテリアを生成することができました。どうしてお前がこんなところに、という困惑を検知。僕は北条によって作られたサイボーグですよ。クラウドさんの感情を読み取ることぐらい簡単です。実は僕もクラウドさんたちを見習ってミッドガルから飛び出し、世界中を見て回ることにしたんです。そこで折り入ってクラウドさんにお願いしたいことがあるのですが。戦闘データの収集か。さすがクラウドさん、話が早いですね。でもその前に通信塔を起動していただきたいんです。かつてジュノン共和国が世界中に建設した通信塔をシンラが接収したのですが、そのまま使われることなく放置されてるんです。だったら僕のものにしてもいいかなって。各地にある通信塔を起動していくごとに僕の演算処理能力が強化され、探索領域を広げることができます。またシンラに関与されない通信網を構築することだって可能です。いかがでしょう、クラウドさんにとっても有益かと思うのですが。見つけたら起動しておこう。クラウドさんならそう言ってくれると信じていました。では早速ですが、あそこにある通信塔の起動をお願いします。これが起動モジュールです。それでは今回は僕がご案内しますね。こちらです。通信塔の起動を確認。早速グラスランドエリアの探索を開始し、モンスターの生息地、採取可能な素材などを割り出しています。それらのデータを査定し、クラウドさんへの依頼項目を作成いたしました。名付けてワールドレポートです。クラウドさんには世界中を冒険しながら様々な依頼をこなしてもらいます。そうして得られたデータを活用し、新たなマテリアを開発できればと考えています。クラウドさんと僕の共同研究というわけです。ワールドレポートについて他に質問はありますか。じゃあ早速マテリアを開発してみましょう。先ほど通信塔を起動したことにより、グラスランドの解析が少しだけ進みました。得られたデータをどのマテリアの開発に利用するかはクラウドさんが決めてください。では
世界をめぐる冒険の始まりですね。僕も精一杯サポートします。困った時はいつでも声をかけてください。クラードさん、グラスランドの大地を隆起させた巨人タイタンを仮想空間に再現しました。召喚マテリアを生成するためにもぜひバトルデータの収集にご協力ください。旅は何があるか分かりません。くれぐれも気をつけてくださいね。お待たせ。ピコの準備できたよ。じゃあこれ、この笛を吹けばいつでもチョコボを呼び出せるから。チョコボに乗るの初めての人もいるよね。はいはい。じゃあうちの練習場を使っていいよ。案内するね。ここでレースに出るチョコボを調整してるんだ。レースって？ゴールドソーサーで開催されているチョコボレースのことだよ。世界中のチョコボファームが参加するんだ。グリーン牧場も出るの？父さんと母さんがいなくなってからは一度も。でも近いうちに出るつもりだよ。どうしても勝ちたい相手がいるんだ。まあお兄さんたちはレースに出るわけじゃないから、とりあえずチョコボに振り落とされないようにね。それじゃあチョコボに乗ったら声をかけて。こっちだよ。
感じだね。じゃあ軽く走ってみようか。誰でもそんなもんさ。慣れればもっとうまく乗れるようになるよ。いろいろありがとね。あ、そういえばお姉さんたちお金ないんだよね。カームなら仕事があると思うよ。シンラの軍隊もいなくなって落ち着いたみたいだから行ってみれば。そうだ、ついでにクリンの依頼を受けてやってくれない？なんだか困ってるみたいなんだけど、僕には話してくれないんだ。クリンずっと元気がなくって、妹は母さんが大好きだったから。何でもやしてく？いや、急ぎたい。旅お金かかるよね。うん、何でもや手伝うの楽しいしね。練習場なら空いてるよ。完璧にチョコボを乗りこなしてるね。
しか手入れしねえからな。昔はバスが走ってたって聞いたことがあるな。バスは共和国と一緒になくなった。つまり俺たちが歩かされてんのは神羅のせいってわけ。でも楽しい。ハイキングってこんな感じ。考え方次第だ。何だ。お客さん、できる人だな。大抵はね。おお、素晴らしい。俺はバル。ぜひ頼みたいことがあるんだ。君たちクイーンズブラッドは知ってるだろう。実はカードバウトに負けて大切なカードを奪われてしまってね。そのカードをなんとか取り返してきてくれないか。死んだカンパニーは住民への情報提供を呼びかけており、チョコボ&モーグリ、俺が持っていた唯一のレアカードだったんだ。酔っ払いに絡まれても酒が薄いってクレームも、レアカードを持ってたから耐えられたんだ。それをあいつが気持ち分かります。私もバーテンダーだから。そうなんだ。本当、いろいろ大変だよな。本当か、助かるよ。そうだ、依頼する前に一応君の腕前を確かめさせてもらっていいかな。
やる気になったらまた声をかけてくれ。臨時ニュースをお伝えします。それじゃあチョコボ&モーグリを取り戻せるか、カードバウトの腕を見させてもらうよ。死んだカンパニーは。これなら申し分ない。カードを奪ったのは党の係員をやってるビルゴってやつだ。敵討ち頼んだぞ。そうだ、カードを取り戻してくれたらとっておきのカクテルをご馳走するよ。少し前にいいレシピを手に入れてね。アバランチがカームに潜伏しているという情報を受け、シンナカンパニーはカームに捜索隊を派遣しました。アバランチ、クラウドさんもカームにいらっしゃったんですね。見てください、この美しい街並み。さすがは新羅社員の移住したい街ランキング第1位。実際に目で見てその理由が分かった気がします。それでは引き続きワールドレポートをよろしくお願いします。皆さん、修理の方々じゃないですね。失礼。おう、修理よりはぶっ壊すのが得意だな。こんな時です、そういう冗談は感心しませんな。で、何かあった？パイプから魔鋼が漏れているようです。何でも屋さんが応急修理をしてくれていますが、やっぱり本職の修理じゃないと不安ですからね。こうして到着をお待ちしているわけです。何でもや。ええ、ミッドガルのスラム界隈では有名なんだとか。そりゃ会ってみてえな。ではご紹介しましょう。その代わり申し遅れましたが、町長のフラット・ベレージと言います。私からの伝言は状況と進捗の報告をお願いしますです。修理を手配中ですからもうしばらくの集合です。何でもやったらどうなってるの。やっぱりお前しか知らねえな。他のやったらもうちょっと気の利いた看板あげるだろうしよ。怖い、でもバウトしたい。皆さんどうか落ち着いて。俺さ、ついに猫飼っちゃった。
こけし。そこを突っ込む。ここにはどうですか。あ、勝負しますか。酒場のマスターから奪ったカードを返してくれ。へえ、なるほど。バルのやつ自分では勝てないからって資格を送り込んできたわけですね。ふふん、いいですよ。僕に勝てたら返してあげますよ。じゃあ負けてしまいました。なかなか熱い勝負でしたね。悔しいが、またリベンジさせてくださいね。じゃあ今日はこの辺で。ストップ。何か忘れてない？ですよね。バルから奪ったカードでしたっけ。どれだったかな。バルのカードってチョコボ&モーグリか。すいません、そのカードもう手放してました。俺が探そう。いやいや、本当ですって。ちょうど金欠だったんでカードコレクターに売っちゃったんです。町の外でカードショップをやってるトゥーロンって男です。訪ねてみてくださいよ。もう一頑張りだね。何でも屋さん。外で何があっても。あなたもこの風景に引き寄せられましたか。私はフォーカス。
写真愛好家協会フォトクラブに所属する旅するフォトグラファーです。出会いを記念して1枚いいですか？絵になりますね。あなたにはなんだかセンスを感じます。それに腕も立ちそうだ。実はこのエリアにいい撮影スポットがあるらしいのですが、道中が危険で行くことができないんですよ。よければ私の代わりに撮影スポットを見つけてきてくれませんか？スポットを見つけたらぜひ写真家になったつもりで目の前に広がる景色を眺めてみてください。カードの取引かい？チョコボ&モーグリのカードが欲しい。ああ、すまない。そのカードは販売してないんだ。レアカードはそれ相応の実力者に持ってもらいたくてね。だから、そうだな、もしカードバウトで私に勝てれば無償で進呈しよう。さあ、どうする？そう来なくては。
なるほど、君の力を見くびっていたようだ。これは約束のカードだ。次やるときは本気で戦わせてもらうよ。臨時に、おお、取り戻してくれたか。実はこういうことは初めてじゃなくてね。思うに俺の実力じゃこの自力で取り戻すさ。すっきりした。よし、お二人さん、一杯おごらせてくれ。ほら、ミッドガルの7番街で事件があったろ。それで引っ越してきたやつがいてね、そいつがスラムで飲んだカクテルが忘れられないって言うんで再現してみたんだ。セブンスヘブンっていう店なんだけど知ってる？コスモキャニオン、綺麗な色だろ。さあどうぞ。いただきます。ごちそうさま。美味しかったです。だろう。でもオリジナルのコスモキャニオンはもっとうまかったらしい。残念ながらもう飲めないみたいだけどね。もしかしたら岩塩を一つまみ加えるといいかも。なるほど、岩塩か。なるほどな。え、もしかしてあんたが考案者？セブンスヘブンの？七番街スラムの？セブンスヘブンはきっと再開します。その時は遊びに来てくださいね。ごちそうしますから。おお、そりゃ楽しみだな。絶対行くから頑張れよ。お会いするよ。アバランチは現在も